皆さんこんにちは。スクイズ速報です。先日ついに最下位に沈んでしまった中日ドラゴンズ、チームも3連敗中で、5月に入ってから悪い流れが続いていました。そんな中、先日のヤクルト戦では先発の高橋宏斗投手が好投し、見事5月初勝利を記録。ファンもほっとしたと思います。最近先発陣が崩れる中、8回まで快投を披露した高橋投手、その快投の裏にはこの日バッテリーを組んだ宇佐美選手のリードがあったといいます。最近何かと批判されていた中日捕手陣のリード、先日当チャンネルでも中日捕手陣に関するアンケートを実施。その結果は実に興味深い結果となりました。そこで今回は課題となっていた捕手のリードと先日宇佐美選手が見せたリードについてご紹介していきます。今季フォーム改良に失敗し開幕2軍スタートとなっていた中日の高橋宏斗投手、その後4月28日に1軍復帰すると広島戦で7回無失点の好投を披露、本来の頼もしい姿を取り戻していました。そして先日5日のヤクルト戦、神宮では6者連続三振を奪うなど快投を披露。完封目前の9回に自らの連続失策が絡んで3点を失い、悔しさ半分の今季初勝利とはなったのですが、6対3の快勝に導きました。チームは連敗を3で止め、1日で最下位を脱し4位に浮上。敵地神宮で見せた快投劇、9回にしマウンドを降りる高橋投手に送られたドラゴンズファンからの拍手はまさに称賛のものでした。8回までは良かったと思います。それだけに最後まで投げたかったんですが、試合後少し罰が悪そうに登板を振り返った右腕、最後の最後にワンアウトを取る難しさを知った。今季初勝利になりました。序盤からまっすぐがうなっていました。初回を3人で片付けると一気に加速。4回の先頭丸山和也選手から6者連続三振、4回2死で迎えた村上選手にはカウント 2-2 からアウトハイに、この日最速の157キロをズドン、史上最年少の通算200号に王手をかけている村神様のバットに空を切らせます。さらに7回の自身の打席では三塁線へ絶妙なセーフティーバントで球場中の意表をつく内野安打、8回まで無失点、自身2度目の完封への期待も膨らみました。しかし9回先頭西川選手を歩かせ、続く丸山和也選手のピッチャーゴロを二塁へ悪送球、さらに長岡選手が放ったピッチャーゴロを再び二塁へ悪送球、痛恨の2連続失策で虫満塁とされると内野ゴロタイムリーを打たれ3失点。自責点こそゼロですが、あとアウト1つで降板となり、完封だけでなく完投も逃してしまいました。最後が全て爪が甘すぎる、フィールディングを練習しますと悔しがった。それでも果たした役割は大きく、2試合連続の延長戦でチームが疲弊していた中で9回途中までマウンドを守り、中継ぎ陣を休ませた。被安打3、11奪三振でヤクルト打線を圧倒し、最近崩壊気味だった中で希望を見出してくれました。試合後立浪監督は、最後はちょっとありましたけど、そこを抜きとしたら序盤からボールも良かったし安定していた、連敗中のチームを救う投球をしてくれた、最後の悪送球のところは練習しながらね、対策を練ってピッチングについては攻めていけていたし、球威も最後まで落ちなかった、ストライク先行で投げてくれたと反省を促しつつ絶賛。チームにいい流れを持ち込んでくれたでしょう。このように素晴らしい投球を披露した高橋投手、ただこの快投の裏にはこの日バッテリーを組んだ宇佐美選手の力もあったと言われています。もともとストレートが走っていた高橋投手、ただ3回まではやや不安定な面もあり、本人も試合後、最初は3回までちょっとどうなるかわからない感じだったのでと話していました。ただ4回からは別人に、ここで宇佐美選手のリードが光りました。宇佐美選手は投手を強気でリードすることが
多い捕手です。4月7日の広島戦ではメヒア投手をリードし7イニング無失点を記録。この時は初回はメヒア投手とメニーまっすぐと話し合い、全球ストレートで三者凡退。2回以降はミックスで変化球を有効に使わせ、左打者のチェンジアップがすごく良くて右打者はまっすぐで押せましたとコメント。6回、野間選手にフルカウントからわずかにボールと判定されて四球を与えた時もマウンドに駆け寄って右腕を落ち着かせていました。このように力で押せる投手の能力を引き出すのがうまく、今回の高橋投手もストレートの強さを引き出しつつ、ストライク先行の投球をアシスト、遊び球を使わず3球勝負で打者を仕留めているほか、カーブの制球もこの日良かったかことからベストタイミングで要求し凡打の山を築き、テンポよく強力ヤクルト打線を抑え込みます。最後は戦術のようにエラーで失点しましたが、エラーがなければ完封勝利でしたし、この強気のリードと高橋投手の投球がマッチし、見事試合を支配することができたと言えます。最近中日の捕手、特に木下選手のリードがファンや関係者からよく批判されていました。先日涌井投手が初回9失点した際にはイニング終了時に交代させられており、この日解説を務めていた谷繁元信さんは、なんかね、もう読まれちゃっていますよね、相当研究されていると思います、これだともう普段通りのリードじゃダメですよね、何か道を外れるようなそんなリードが欲しかったですね。牧にホームラン打たれた場面もインコースにストレートかシュートだと思ったんですけどね、緩いツーシームでしたねとコメント。確かに牧選手のホームランは狙いすまされたかのように低めのボールを叩かれており、狙われていたことがわかります。そして先日のヤクルト戦では7失点、もちろん木下選手だけの責任ではないですが、最近木下選手がマスクをかぶった試合では軒並み大量失点しており、ファンからも評判が良くない様子。先日宇佐美選手が見事好投に導いていることから、正捕手は宇佐美選手でいいという声も出ているようですね。冒頭でも説明した通り、先日当チャンネルでもあなたが思う中日で現状キャッチャーとしてスタメンに出続けてほしい選手は誰ですかという内容でアンケートを実施。木下選手、宇佐美選手、加藤選手、石橋選手の4選手の中で最も票を集めた選手が宇佐美選手でした。当アンケートのコメント欄でも、キャッチャーも疲れるポジションだから宇佐美をメインで回していけばいい、まだ打つのを期待できる宇佐美かな、宇佐美だって元巨人の選手だもんと、宇佐美選手を正捕手に押す声が寄せられています。この結果から見てもわかるように、ファンの総意としても宇佐美選手が正捕手になることを望んでいるようです。現在中日の捕手は木下選手、宇佐美選手、加藤選手の3人が1軍に登録され起用されています。一番起用されているのは木下選手ですが、ある評論家は中日ドラゴンズの捕手事情について、ここ5試合は木下にマスクをかぶらせていた、点が取れないので打力との兼ね合いもあるのだろうが、宇佐美、加藤と3人の捕手を使い分けることも重要かもと提言しており、誰かを正捕手としておくというよりは併用した方がいいと話しています。木下選手の評価が現状下がってますし、今後の起用法も変わる可能性があるかもしれませんね。捕手のリードは三者三様で、投手によって合う合わないは絶対に出てくると思います。そのあたりを首脳陣がどう判断するのかが今後のポイントになるかもしれませんね。先日の試合で評価を上げた宇佐美選手、もともと打力もある選手ですし、今後打撃面でも復調すれば試合出場も増えてくるでしょう。果たして今後起用が増えるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。